QVC をご覧くださいましてありがとうございます。ナビゲーターの加賀真帆です。今日はですね、今こそ備えよう防災特集と題してお送りさせていただいております。いつやってくるかわからない災害への備えは万全でしょうか。いざという時のために備えておきたい防災グッズをご紹介させていただきます。そして中でも本日一番のとっておきトゥデイズスペシャルバリューなんですけれども、もうこのようにポケッタブル、持ち歩いていただくことができる、もうこの中にすごいパワーの電気が入っているというふうに思ってください。ポータブルバッテリーを今日は QVC 初めての TSV でご紹介させていただきます。はい、もうここでもう充電も携帯電話2台とか、はい、ここで AC ですね、80ワットまでの AC 使えますね。はい、しかもここを返していただきますと今度はライトになるんですよ、ね、LED 明るいですよ。そうですよ。あとはこのちょっと SOS であったりとか、ここにいるよって存在を知らせてくれたりして、国際的な SOS、 あとランタンにもなりますよね。ランタンにもなってしまいますという、はい、非常に使える、本当に備えておいていただきたいですし、あと普段からも、ね、使っていただけますよね。もちろんそうです。普段使うからこそ、いざという時に本当に、ね、お役立てなるんですよね。そうなんです。はい、なのでもうですね、すでにたくさんのご注文をいただいておりまして、このお時間2色がウェイトリスト、そして1色ピンクが残りわずかとなっております。はい、こちら670702番、一家に1台大容量&小型ポータブルバッテリー、容量を26,800mAh という、非常に大きいですね。すごいんですよ。さあこちら22,405円のお品を今日に限りまして17,998円でのご紹介でございます。もうこのお値段、はい、やっぱりさすがは 初 TSV なんですけど、はい、見たことな い, っていう、私もね、このお値段聞いた時にちょっとびっくりしました。最安値でございます。いや、このお値段でと思いましたね。はい、さあではこの時間のゲストはこの方でいらっしゃいます。はい、今ピンクを持っていらっしゃいます。ちゃいますけれども、はい、お似合いです。ありがとうございます。商品アドバイザーの藤岡勉さんです。はい、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではもうね、一色完売だったので、うん、この時間ご覧いただいた方はラッキーですよね。はい、もうね、ブラックをね、急遽追加でご用意しましたので、はい、はい、ではまずちょっと色です。こちらがホワイトですね。ホワイト、もうすでにウェイトリストになっております。はい、ですごいスタイリッシュ。いいですよね。高さが13センチ、上もね、縦も横も約10センチ、はい、1.2 キロと、まあ持ち運びも楽ですよね。ですね。さあお電話1分17秒込み合っております。はい、続きましてこちらブラックです。ブラックはもう一旦完売になっておりますが、はい、ウェイトリストで若干ですが、急遽、ね、ご用意して、急遽ですが、本当にあのオフィスに置いていただいてもいいですし、男性なんかが好むお色ですよね。そうですよね。さあこちらもウェイトリストでございます。はい、続きましてこちらがピンクなんですが、これがね、今回からの新色なんですよ。はい、ピンクもいろいろなピンクの中からね、この淡いね、温かみのある落ち着きのあるピンクを選びましたね。ごめんなさい、ここでピンクもウェイトリストに入ってしまいました。はい、どうもありがとうございます。どうぞ皆様このタイミングでございます。はい、2月7日までのお客様商品到着分の商品につきましては、うん、返品交換期間を通常30日のところ60日まで延長させていただいておりますので、はい、一度お手に取ってください。で、これがセット内容。そうですね。はい、まず本体がつきましたら、本体に電気を貯めるための、はい、AC アダプターです ね。こちらご家庭のコンセントに挿していただいて接続すると4時間半でフル充電できますね。はい、4時間半でフル充電していただいて、はいはい、そして、うん、あとね、もうこれ車のバッテリーが飛んじゃった時にもブースターケーブルと言いましてね、まあ、車のバッテリーが上がるとね、はい、まあ、本当に近くにいる方に、すいません、バッテリー上がったんでちょっと助けてくださいなんてお願いをしてました。はい、もしくは業者を呼んでましたが、これからはご自身でバッテリー動かすことができるんですよね。すごいです。はい、さあもうインフォメーションが早速入ってまいりました。はい、ここでブラックが完売になりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひお電話が大変大変混み合っておりますので、うん、クイックアクセス音声自動等サービス、そして QVC.jp、 そして QR コードをお使いになっていただきたいと思います。はい、もう今すぐ QR コードがいいと思います。はい、たくさんのご注文です。ありがとうございます。本当にこのお値段というのはね、はい、今備えていただくべきお値段ですから。いや、そうですね。はい、さあでは、こちらです。はい、震災時利用できた情報ツール、
そうですね、はい、やっぱり震災の時に皆さんどういったものがお役立てしましたかということで、はい、まず圧倒的に多いのは普段はテレビが圧倒的に青いんですよ。ところがいざ震災で電気が止まっちゃった、もしくは地震がどっかに避難しなきゃいけない、はい、テレビが見れない環境になった時に出てくるのはラジオなんですね。ラジオ、ただラジオって乾電池のものも結構ございます、うん、震災の時皆さん思い出してください。あのスーパーとかから乾電池がとにかく早くなくなっちゃったんですよ、で普段皆さんがもう今当たり前のように頼っているのがスマートフォンですとか携帯電話ですね、はい、ただこういったものって充電があるうちはいいですけど、充電がどん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 なくなってしまう。そうなると、うん、情報を得る手段がなくなってしまいます。なくなっちゃう、はい、連絡も取れなくなっちゃう。ですので今回のような大容量のポータブルバッテリー、うん、まあ、これ簡単に言えば電気を貯めて歩くことができる箱なんですけれども、はい、こちらがあれば充電をしていただいて、うん、インターネットに接続して、はい、今の必要な情報を手に入れたり、もしくは連絡をして安否確認を取れたりと、そういったことができる、そういった商品になるんですね。いや、そうですが、はい、お電話が大変大変混み合っておりますので、どうぞ皆様、うん、QVC.jp お使いになってください、はい、ありがとうございます。では使い方も簡単ということで、はい、そうですね、はい、まずご自宅にね、着きましたら、さっき似合うと言っていただいたピンクでやってみたいと思いますけれども、はい、似合うと言って、着きましたらば、はい、このような、本体に電気を充電するための AC アダプターが一緒についてきます、はいはい、で差し込むところはね、こちら後ろの部分、この部分ですね、この部分に普通にただ差していただく、はい、あとはご家庭のこういったコンセントありますよね、はい、ご家庭のコンセントに差していただきます、はい、これだけでいいですね。これだけで4時間半でフル充電できます、はい、まあ、なので届いたらまず充電していただいて、はい、まず充電していただいて、で充電がどれくらいできているかっていうのは、はい、ここに主電源がありますので、はい、主電源を一度押してもらいます、はい、4つ電気がついてますね、はい、これ 25% ずつなんですよ。だから今これも 100% 充電できてますってことですよね。これ嬉しいですね。あとどのくらい使えるんだろうってね、はい、そうなんです。何もサインがないと不安になるんですよね。そうです、これで分かりますよね、はい、うん、1つメモリが減れば 75%、 2つ消えたら 50% という具合になっていますね、はいはい、4.5 時間、4.5 時間、そう、はい、でフル充電できます。フル充電できます、はい、そして、はい、何ができるかというと、主電源を押していただいて、はい、ここに USB がついてるんですよ、はい、皆さんお手持ちのスマートフォン、携帯電話のコード、こちらに挿してください、はい、そうすると見てください、こちら、うん、例えば充電がなかった携帯電話にこのように充電ができてるんですよね。はい、でもう一口ありますので、はい、そちらにもこのようにして挿していただくと、うん、例えばタブレットなんかでもこのように充電ができるわけですね。そうですね。だからタブレットと携帯電話同時に、もしくはスマートフォンも同時に、こういった形で使っていただけますが、そうですね、加賀さん、はいはいはい、さらにもう一ついいですか、はい、ここに80ワットまで使える AC がついてるんですよ。なんとその時には上の AC ボタンをちょっと長押ししてもらうとつきますので、はい、じゃあちょっとこれね、スタンド行きますね。一緒にこのまま挿していただければ、ほら電気が来ちゃうわけですね。わあ、何も電気がね、落ちちゃって、はい、暗がりの時に携帯電話の充電もなくなっちゃってという時に、そう、明かりをつけながら、はい、充電ができてるし、充電もできて、さらに本体の方にも、はい、行きます、電気がついています。うわ、これで、スポット的に明るくしたり、うん、はい、もう一度押せばちょっと弱くなったり、もう一度押せばここにいるよっていうストロボになったり、はい、それから国際的な SOS 信号になったり、すごいですね、ランタンになったり、うん、もう使い方はもう幅広いですよね。いや、幅広いです、はい、なので、はい、本当にもう、ね、こう防災特集でございますので、はい、まあ、災害の時にっていうのももちろんあるんですが、はい、普段からお使いにもなっていただきます。普段使いがいいと思います、はい、でいろんな製品に電力供給が、はい、できてしまう、はい、電話だけじゃないっていう。例えばスマートスマートフォンとか携帯電話でしたらば、1台は1回であればね、これね 9.9 回ですから、およそ10回フル充電ができます。すごくないですか、はい、でね、僕これもすごいなと思うのは、ノートパソコンね、うん、これでも 4.6 回フル充電ができる。情報を得れます、両方ともね、必要な情報が手に入る。パワフル。テレビ
これ80ワットまでだったら 1.5 時間なんですが、これ常に見なくたってニュースの時間に合わせてつけていただければもっと長く使えますよね、はい、それからラジオだとか、まあ、ちょっとお子さんにね音楽を聞かせてあげたいなとか、これ災害時ですね、はい、あとは固定電話も電話回線がつながっていればあとは電気さえ供給してあげれば使えるんですね、はい、20時間もちろん電話ができるということはファックス付きのであればファックスも使えますね、はい、あとはいつ季節を問わず災害がやってくるか分かりませんので、はい、暑い時にはサーキュレーターや扇風機、寒い時には電気毛布といった具合に使っていただいて身を守っていただくことができるということですね。いやなのでどうぞ皆様お電話切らずにものすっごい勢いでご注文頂戴しておりまして、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ね、使っていただきたいですね。いや本当ですね。普段からお使いになっていただけるので、はい、例えばねお部屋の隅にコンセントがあって使いづらいわなんて方はあらかじめ夜のうちに充電しておいていただいて、はい、例えばオフィスご自身のテーブルのパソコンの横かなんかに置いてね、うん、携帯なんか充電しながら使ってもらったりとか、ね、あとまあお車のバッテリーもそうですし、うちなんかもねこちらを紹介するまでは、はい、延長コードを使ってその辺コードぐっちゃぐちゃになっちゃってたんですよ、はい、でこちらですっきりまとめていただくこともできますし、まあ、DC 掃除機なんか持ってる方はね今の車には DC シガソケットがついてないですからね、はい、そういった方は使っていただいたりと、もう本当にいろいろ便利に普段からそしていざという時に役立つグッズになりますね、はい、そうですね、はい、そしてついこの間も大変なね思いをされた方もたくさんいらっしゃったかと思います。これも皆さん記憶に新しいところだと思います、はいはい、もう本当に予想をはるかに超えた大雪が短時間に降ったということで、うん、高速道路で動けなくなってしまいました、うん、こういった時にエンジンをかけっぱなしって実は怖いんですね、はい、後ろのマフラー部分が雪で塞がれてた場合には車の中がもう環境が悪くなってしまう、はい、なので皆さんエンジンを止めたりもちろんガソリンの節約のためにも止めたりします。でこの中の人が何をしてるかっていうと、うん、やっぱりスマートフォンとかで今どうなってんのかっていう情報を得ようとするわけですよ、うん、心配ですものね、はい、ただね、自衛隊の方が食料、お飲み物、それから簡易トイレなんかは差し入れをしてくれました、はい、大変な思いをして。だけど電気を差し入れることって不可能なんです。ですよね、だから電気持ってまいりましたってなかなか、いや電気持ってまいりましたなかなかそうはいかないんで、そういった場合にはもうフル充電やしてある、うん、今日はちょっと長距離行くからという時には、こちらを持って行って、車の中に備えておいてください。そうすればもう1台のスマートフォンであれば 9.9 回フル充電ができるということです、ね、すごいですよね。助けも求められる、ライトもつきますから、ここにいるよっていう知らせることもできますよ ねさあお電話が大変大変混み合ってしまっておりまして、ウェイトリストには数に限りがございます、はい、でもウェイトリストは今のところ頑張っていただき、頑張ってご用意させていただきますので、なのでどうぞ皆様諦めずにお願いしたいと思います、はいはい、この値段で、では、はい、ご愛用者の方からコメントも頂戴していますのでご覧ください。ありがとうございます。よろしくお願いします。2019年9月の台風15号、19号で大きな被害がありました。自宅もそうなんですけど、元より匝瑳市の職場の倉庫が大きな被害を受けました。停電が数日続いて、倉庫の中も薄暗くて蒸し暑くて作業も進まなくて、スマートフォンの充電もすぐになくなってしまいました。このバッテリーを持っていたおかげでスマートフォンの充電にはこだまりませんでした。充電口が2つあったので便利に充電ができて、本当に暑い時は長時間は使用できませんが、扇風機を回してしのいでました。ライトの機能もあるので、暗いところでも安心して移動ができて便利でした。停電を経験して電気のない生活はこんなにも不自由なんだなと実感しました。このようなバッテリーがあり、本当に助かりました。今は作業台にこれを置いて、普段からスマートフォンの充電に使用しています。持ち運べる電気は貴重ですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もうね本当に今プロデューサーからもどっちから、うん、インフォメーションが入ってしまうか分かりませんということで、はい、どっちもウェイトリスト、定番のホワイトと新色のピンクということで ね、はい、ぜひ皆様こちらは本当にもうこれからねちょっと行ってくるわっていう時代が来るんじゃないかと。そうなんですよ、電気を持ち歩いて行ってきますみたいな。今の神田さんのその仕草って電気を持って行くぜってことですよ。
皆さん ね、いざという時の、はい、食料やそれからお飲み物、うん、お水、これはもう蓄えている方多いと思います。そうですね。でも電気を蓄えている方ってまあまり知らないですよね。でもこれからは今のように、はい、電気は連れて歩けるそういった時代なんですよ。そう、はい、もうぜひ皆様お手になさってください、はい、お電話大変大変混み合っていますので、うん、音声自動投サービスクイックアクセス、そして QVC.jp QR コードをお使いになっていただきたいと思います。もうこのお時間何分持ちこたえられるか分かりません。はい、私たちも非常に気になっておりまして、はい、あの買いたいんですけれども、お客様が最優先ということで。そうです。で、あのこれやっぱりね、うん、あの防災グッズっていうふうに考えちゃうと皆様しまい込んじゃうと思うんですが、はい、そうそう、しまい込むのは良くないですよ、うん、いざという時に出して説明書読んでたらもう間に合わないですね。もう説明書読めないですね、はい、きっとね。そう、大慌てで暗い時だったら読めないじゃない。そうなんですよね、はい、だから普段から使っていただく、これが大切ですね。いや本当ですよ。でも本当想像してみると、はい、うん、もう電気がね停電してしまって、そう、夜だったら本当にもう真っ暗闇になって、ね、どこに何があるか分からなくて、はい、懐中電灯を探すのも一苦労ですよ。ですよね。で、はい、あ、携帯のあのライトでなんて思ったら、うんうんうん、携帯電話あ と、ね、充電がもうすぐ切れるなんて。あのライトって結構容量使うじゃないですか。そう、はい、だから、はい、こちら1台あればですね、携帯電話であればおよそ1台であれば 9.9 回分フル充電、うん、ノートパソコンであれば 4.6 回ですね、はい、テレビでも80ワットまででしたら約1時間半、うん、それから、こういった音楽を聴いたりするのもいいですし、固定電話、それから扇風機、サーキュレーターや電気毛布などそういったものを使っていただく、しかも同時に使えるということですよね。いいですよね、はい、80ワットまでの家電製品、はい、さらには USB2 口ありますから、2台同時にとか、うん、DC もありますから DC 用の掃除機とか、他の家具を、家具じゃなくて電気家電製品を使っていただいたり、いざという時に役立つのが本当に車のエンジンのスタートなんですよ、はい、暗い時にはああいった形で照らしていただいて、うん、置いといて安定性もいいですから、うん、ライトとして使っていただいたり、こういうふうにあのストロボにしてね、皆さんに自分の居場所を伝えたり、国際的な SOS 信号を送ったり、はい、さらにはランタン機能ですね、こういった使い方ができますね。もう本当だから、これしまい込む必要はないですよね。いや、しまい込んじゃいけないんです。で、これです、車が、はいはい、これでつないでいただいて、これでエンジンをかけていただければ動きます。 75% 以上充電してください、はい、ただし暗い時にはボンネットを開けてもバッテリーの位置もよく分かんない時には、うん、ライトをつけながらできるということです、ね、もう至れり尽くせりです。そしてこちらメーカーさんが、はい、そうですね、このね、本体の中に入っておりますリチウムイオン充電池はバッテリーメーカー CATL 社のものでございまして、はい、日本の規格にしっかりと適合したという PSE 適合品というマークもいただいているんですね。で、こちらは日本の、家電ですとか、それから大手自動車メーカーでも数多く使われているバッテリーメーカーです、はい、ですから皆さんこれは安心して使っていただいて、小型だけどもこれだけ大容量なのはあの CATL 社のリチウムイオンバッテリーを使っているからと思っていただいてもいいと思います。そうですね、はい、もうこのように私たった一人は絶対に大丈夫って皆さんね、うん、はい、思ってらっしゃいませんか。そう、あの ね、本当に僕もそうでしたよ。もう僕のは大丈夫だろうとか、なんかあってもね大丈夫だろうと思ってましたけど、はい、今いつどこでどんな時にどんな災害が来るかっていうのが本当にやっぱりわからない時代になってきましたの で、ね、そうですね、備えていただきたいと思います、ね、で、例えば、うん、今こうやって喋ってる時にもね、はい、お子供なんかもいてね、うん、急に停電になっちゃった、子供さんは怖がりますよ、はい、はい、ね、夜だったりしたら本当何も見えない。 でもね、そうだったら子供が安心するように子供の好きな音楽をかけてあげたいお父さんだけれども、はい、うん、電気が来てなければ、もう何の役にも立たないんですよ。せっかくね、はい、ラジカセがあっても、いくら電源入れたってつかないんですよ、はいはい、そうですね、だけれどもこのように電気を持ち運べれば、はい、まずメイン電源を入れていただきます、はいはい、そうしまして AC の方の電源を一度入れていただくと青く光りますね、はい、こうなれば、うん、この AC のところに挿していただくだけで、はい、スイッチ押しますよ、うん、電気が来ます。来ました。電気が来れば、ね、もう普段の使い方と一緒ですよね、はい、こちら開けていただいて、はい、じゃあ子どもの好きな音楽何かかけてあげる。そうすることによって、お子さんはその時をちょっと安心して過ごすことが
そうですね、できますし、割と大人びたお子様でいらっしゃいます。大人びた子供ですけれどもね、あの、はい、いろんな諸事情により、諸事情により、ね、さあさらにはですよ、はい、こちら暗いね、暗い時には電気をつければ、そうですよ、はい、電気をつける、ね、これでもいいし、これでもいい、うん、これはちょっと目がパチクリするからこれもパチクリするから、ランタン、これで明かりを取っていただくっていうね、はい、まずライトつければよかった ね暗闇だってお子様泣いてるの、こうやって見れるからね、そうだね、そうそう、まあ、あの曲が大人びてるからわけわかんなくなっちゃったんだけどね、はい、そうなんです、こういう使い方ですよね。はい、はい、で寒いなっていう時ね、うん、もうもちろん、うん、夏暑いなって時は扇風機とか回してください。で、はい、寒いなって今とか寒いじゃないですか、そんな時にもこの電気毛布があるわけですが、うん、これも、うん、ね、本当にあのセパレートじゃないから、ね、使っていただけますので、これじゃないとできないじゃないですか、はい、でここに今もうさ、ここはすみません差し込んであるんですけど、あ、そうですね、でそれ差し込むところからいいんですよ、メイン電気ここで、はい、押しました、つきました、 100% 充電できてます、はい、もうとっても安心します、はい、で AC 使う時にはここを長押しするとつきました、ね、つきました、はい、そうするとここに入れてある、はい、ほらもう電源入ってるんですよ、赤くなってるでしょ、電源入ってます、あら寒いのねって言ったら強くしていただいて、これ、はい、でそうやりながらも、そうやりながらも例えばスマートフォンの充電がなくなればそこから充電もできますし、あ、どうなったかしら、あのニュース見たいわっていう時に携帯電話、そういう時こそ、はい、あと 13% とかなんですよね、そうすごいドキドキしますよね、微妙な数字いきましたね、はい、でここで入れていただければ、うん、はい、ほらもうこれで充電が、これ上の方ちょっと緑色に小さくなって見づらいんですけど、ついてるんです、充電ができてるんですよね、できています、にゃん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 にもうすぐなるところだなと、何言ってたかよくわからないけど、はい、22時21分、あ、そういうことですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、であともう1台できるし、あとこのこっちの先方はどういう形でも大丈夫なわけですよね、はい、そうです、そうです、大丈夫ですね、あの、はい、iPhone でも、はい、Android でも大丈夫です、はい、使っていただけますよね、使っていただけますので、はい、あのこうそういうような線を使っていただけば、はい、使ってください、大丈夫なので、はい、でもちろんライトもつくし、ライトもつけちゃう、そう、ね、そうですね、まあ、やっぱりライトが先でも良かったですね、ちょっと仕返ししましたけどね、仕返しいいえ、とんでもないです、はい、確かに、はい、どうもすいません、まあ、使い方はどうだっていいんですよ、はい、これね、はい、ちょっと寂しい時は家族で、うん、ここにいるよってね、はい、そんなこと言っちゃいけない、でもね、やっぱり普段から楽しく使っていただいたからこそ、いざという時に役に立つんですね、本当普段からもうこれは、はい、あのしまわずに使っていただいて、はい、そうなんです、だからお家に素敵な懐中電灯そういえばなかったって、昔の懐中電灯しかないわって、はい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 、もう電池すぐ切れません、そうなんです、必要な時に、うん、なんか切れてる、あの中なんなら入っていない、うん、入っていたとしてもなんか錆びついてて液漏れしててみたいな、あとはねやっぱり安定して置けないものが多いですね、ですよね、丸いですから手に持つのを想定してますから、うん、コロッコロコロッコロしちゃうじゃないですか、そうそうそう、はい、でもこっちだったらもうしっかりと安定して置いて使っていただけますよね、はい、どっしりと、どっしりと、はい、腰を据えて使えますよね、こういった形でね、素敵なね、はい、あの今モニターが照らされておりますけれども、はい、さあそしてちょっと、うん、暑いわという時にも、そうなの、災害いつ来るかわからない、はい、ね、はい、でもう今電気ついてますけれども、はい、こちらですね、はい、AC 用の電源を長押ししていただきました、そうすればちょっとこの扇風機ですとかサーキュレーター見てください、うん、ほら動き出すんですよ、これで本当に暑さを一時的にもしのぎながら、ね、もしくはねしのぎながら、うん、こういった形で助けを求めるっていうことだってあるわけですよね、ねえ、はい、もうあの時買っておけばよかった、あんな素敵な商品なかなか見かけることはないと、はい、きっと皆様思ってしまわれると思います、はい、もう本当に私たちもちょっと本当買いたいんだけどって思っておりまして、ご紹介してる私自身が一番驚いてるお値段でございますので、驚いてる、しかもこのお値段では本当にあの、はい、送料無料でしょ、そうです、そうでしょ、はい、送料無料でしょ、そうです、そう、あ、びっくりした、送料無料で62日間、はい、2月7日までに届けば返品 OK なんでしょ、はい、OK でございます、なのでだからまず皆さん使ってみていただいて、手にしてみてください、ね、はい、本当皆様ね、あの大切な方へ送って差し上げるのもよろしいかと思われます、はい、ね、今年お正月なかなか帰れなかったわなんていう時にも、うん、お父様お母様、はい、おじいちゃまおばあちゃまへ、ね、
お里に送って差し上げる時だって、そうですよね、送料が無料、もう本当にこんないいものがあったのねと、はい、あとはねやっぱり一人暮らしをしてるね、例えば学生さん、お嬢さん、息子さんに送ってあげたりとか、うん、はい、していただいてもいいと思いますよ。いや本当ですよね。まず、はい、懐中電灯がない方はもうこれ、ああ、もちろんそうです、ね、あと充電するにも、はい、なんかいっぱい充電するものがあるんだけどっていう方、そうなんですね、例えば本当にもうスマートフォン2台持っている方もいれば、はい、今おうち時間増えてますから、皆さん夜なんか大体ご家族揃ってます、ね、そういった時に何台もの携帯電話スマートフォンありますから、うん、それを使って充電していただいたりとか、万が一の時にはああいう形で電気毛布で暖を取ってください、うん、電気が復旧するまで、その救助が来るまで、もしくは扇風機で涼んでくださいという使い方ですね。こちら1台でいろいろな製品に電力供給をすることもできますのでね、そう、それだけやっぱり小さいのに、はい、パワフルっていうことですよね。やっぱりね、 CATL 社のリチウムイオン充電池、これは力があります。力があります、はい、で、80ワットを超える電化製品はご使用になれません、はい、使用できる USB 端子はタイプ A になります。そうですね、セルフスターター機能は、排気量が軽油車 2.2、うん、2リットル、そうですね、ガソリン車 3.5 リットルまでの車両でご使用いただけます。分かりやすく言うと、ディーゼルは 2000cc まで、はい、ガソリン車は 3500cc、なるほど、はい、それから、ハイブリッド車には使用できないということですね、はい、なるほど、12ボルト車で使ってください、はい、でこれね、本当にね、サービスの一環として使われている方も結構多くて、大分のベスト不動産さんは、うん、お客様と商談するときに、どうぞスマートフォン充電してくださいと、さらには物件案内するときに、物件って電気が落ちているところが多いので、ついてもないですね、ああいう形で電気をつけながら、ご案内をされることも多いようです。素敵。そしてこちらは、居酒屋さんなんですが、はい、居酒屋さんのテーブル一つ一つにね、USB 充電の穴がついてるっていうのは、まあそうはないですよ。そうはないですね、はい、ですからああいう形で置いておいて、くつろいでる間ぜひ充電してくださいねという使い方ができますね。なるほど、はい、そして、まあ、四季の料理が楽しめるこちらのお店では、お客様にもどうぞ自由に使ってくださいというやり方をされていますし、こういったお宿ですね、今の新しいホテルなんかですと USB の、充電口あるんですが、はい、歴史あるこういったお宿ですと、なかなかお部屋に備え付けなものがない。確かに。なので皆さん自由に充電してください。さらには何かあった時にはこのライトで避難をしていただくことができるということですね。よくはホテルなんかにあるのは、こう電池と電池の間にこう敷居があって、壁からピュッと取るようなちっちゃい回収とありますけど、はい、ありますね、あれ家族みんなだとやっぱりちょっと不安もあるんで、このランタン機能を使いながらとか、そういった使い方もできますよね。さまざまな使い方ができます。なので、はい、しまい込んで、うん、いざという時に使い方もわからない、はい、充電もされていない、うん、というのではなく、普段からいろいろな形でお役立ていただき、はい、そしてまさかっていうね、うん、わあ私がっていう時に、うん、しっかりと本領をさらに発揮していただける。そう、こんなことがあるのかっていう時にお役に立ちます、はい、そうですね、はい、私は大丈夫じゃないんです、うん、もうそういう方こそぜひこちら備えていただきたいと思います、はい、お色はもう2色になっております、はい、ブラックが完売になってしまったので、はい、でも全部ウェイトリストですからね、今ね人気がホワイトになっています、うん、ということで、はい、非常に清潔感あふれる ね、 そうですね、これは本当定番のカラーですのでね、はい、はい、そして今日新色のピンク、ピンク、はい、この淡いピンクなんですよ、これがまあきついピンクだとまたちょっとあれなんで、はい、この淡さっていうのがまあいい加減なんですよね。そうですよね、はい、なんか心が不安な時に優しく寄り添ってくれそうな、そうそう、あとね女性の方のお部屋なんかにも合いますね、はい、ですよね、うん、こういうんで可愛い色少ないからすごく嬉しいですよね、はい、そうなんです、防災グッズだと思うとやっぱり皆さん構えちゃうんですけど、うん、こういうお色があればですね、はい、やっぱりちょっとホッとしながら普段から使おうかなっていう気にもなるじゃないですか。なりますよね、はい、そうしてもセット内容もうフルフル、はい、フルフル充電セットみたいな感じですけど、まず本体ついて、はい、本体に電気を貯めていただくための AC アダプターですね、はい、はい、これをコンセントに挿して本体に接続するだけで 4.5 時間でフル充電できます、はい、僕のおすすめはですね、深夜帯の電気料金が割引になっている時に、ね、充電しておくのがいいです。すごい、何時から何時ですか、ちょっとわかんないで、そういった使い方ができますね、はい、そしてこちらですね、うん、はい、お車セットでございます。お車セットでございますね。お車セットです。はい、例えば DC なんかでね、出力がついてますから、DC 用の掃除機なんか使ってらっしゃる方、これで掃除をしていただいたりとか、いいですね、うん、なんといってもね、頼もしい、心強いのはこちらの、バッテリーの時のね
使っていただく、チャージをしていただく、これまでついてきちゃうってね。これをつけることによって、お車が動かないときに他の方に頼みづらい、それから業者を呼ぶのも時間もかかる、そういった費用を防ぐためにも自分でエンジンを動かすことができるという、ね、もう どれだけパワフルかっていうことですよね。そうですね、もう小型なのに大容量、うん、しかも、うん、1.2 キログラムということで、はい、非常に、まあ、軽くね、はい、持っていただくことができます。そうです、はい、じゃあお客様からまた充電を教えてくださいということで、かしこまりました。使い方の充電ですね、使い方ですね、はいはい、まずつきましたらば、はい、この段階では充電はされていませんので、はいはい、こちらに電気を貯めなければいけません、ええ、でその時にはですね、はい、こういった AC アダプターがついてきますので、セットに入ってます。そうです、これを挿していただきます。あとはご家庭のコンセントですね、こちらにこのように挿していただく、でこれによって 4.5 時間でフル充電ができるということですね、はい、でそれの確認はこちらの主電源を一度押してください、うん、はい、これ4つついてればもうフル充電ですと、はい、例えば3つだったらまだ 75% ですよっていう、これ分かりやすい、2つだったら 50%、 そうそうそう、1個だったら 25% と、ね、そうです、はい、分かりやすい、分かりやすいですね、はいはい、これでもすぐに使える状態なんですよ、はい、であれば皆さんやっぱり情報弱者にはなりたくないじゃないですか。そう、常に情報は手にしたいですね、情報で、はい、でもこちらに、もうスマホに頼って生活していますけれども、はい、これのバッテリーがなくなっちゃったら申し訳ないけどただの板ですよね。いや本当ですよね、はい、そういった方もこちら安心してください。挿していただくだけで、うん、はい、こちらごめんなさいね、メインスイッチ入れていただいて、メインスイッチ、うん、これでもう見て充電が、うん、始まりました。わ、はい、でスマートフォン2台でもいいけどもう一つせっかくだから口があるので、うんうん、こちらに挿していただくことに、あ、ごちそう、ごめんなさい、挿していただくことによって、タブレットなんかでもこのように充電をすることができますね。わ、だから今ねリモートワークで、うん、テレビ会議、はい、お家からなんていう時も、はい、携帯電話とタブレット、携帯電話とパソコンとか、そうそういうこともできちゃう。あのこうやってもう本当に災害時は充電をしながらね、うん、例えばまだここの充電は間に合わないと、はい、だけれども今これニュースの時間だと、うん、そういった時にテレビでニュースが見たい、80ワットまでであればこちらの AC をしていただくと、コンセントに挿してもらうでしょ、はい、そうしたらばテレビの方は通常通りリモコンでスイッチを入れていただくと、はい、このように映るわけ。わー、QVC アメリカが、そう、 QVC アメリカが諸事情による QVC アメリカなんですけども、これがご覧をいただけると、はい、これがニュースだったら今どこでこれどういうことが起こってるってことが分かるわけですよね、素晴らしいですよね、はい、テレビも見れます。だから今どれだけの電気に助けられてるかっていうことですよね、はい、そうですよね。今停電になったらゼロになる、うん、今そうなの、今ちょっとね、ちょっと想像していただいて、今停電になったら私たちはどういうことになるんだろうと、まずお部屋、今夜だから、うん、真っ暗闇ですよね。そうなんですよ、その時に本当に真っ暗になっちゃって、うん、もう例えば地震なんかで窓ガラスが割れてたりして、うん、歩いたらもうそれで怪我しちゃいます。はい、枕元にね充電したものを置いといてください、うん、はい、そうすればもうこれ使い慣れてさえ置けば、もう電気パッとつけていただいて、はい、はい、これで足元などを照らしながら歩いていただくことができるわけです ね、ね、結構今あのスタジオ暗くしていただきましたけれども、でこれもう本当にです、ね、そうで自身が例えば何かの挟まっちゃってね、うん、助け求めたいけど声も出ない時には、うん、これこういうふうに押してもらえれば、もう点滅で見ている方にここに誰かがいるっていうことが分かります。分かるよ、ね、あとは国際的な SOS がこちらなんです。おお、これで救助隊の方はこの人は救助を求めてるってもう瞬時に分かってもらえますから。なるほどね、はい、で今ね密を避けるために、うん、あのキャンプとかもあります、うん、キャンプの時に持って行っていただいて、はい、まあ、テントの中でランタンかなんかで皆さん楽しくお食事をしていたとしましょう、うん、急な豪雨なんかありますよね、川がいきなり増水してしまって逃げられないなんて、はい、そういった時に例えば救助の人が来た時には、うん、この明かりをこういった形で、例えばヘリコプターが来たら、まあ、極端な話ですよ、こうやって上に向けとけば光ってるのが分かりますよね、素晴らしい、はい、こういった機能がついているんです。だから普段から共に電気を持ち歩いてくださいっていうことなんですよね。ですよね、はい、電気はね森あの、
供給されるだけじゃなくて持ち歩く、そう持ち歩く時間じゃない時代になりましたからね。そうなんです。ここに貯蓄できる電気を貯めて持って歩けるというね。ねえ、そうなんです。すごいですね。だからこれ本当にモバイルバッテリーなんていうからね、分かんなくなっちゃうんですよ。はい、電気を貯めて持って歩ける箱。はい。わかりやすいでしょ。わかりやすい。しかもこんなにコンパクトでスタイリッシュで、はい、ね、いろいろに使っていただけるので。そうなんです。はい。さあ、そしてもう情報戦ですよ。情報が何しろ一番大切。そうですね。今何が起こっているのかっていうのは、はい、意外とね、災害被害に遭われた方が一番情報がなければわかんないんです。はい。情報弱者になっちゃう。うん、で、災害時に利用できた情報ツールということでちょっとまとめたものなんですが、普段はこれね、青いラインがこれテレビなんですね。テレビの情報方が圧倒的に多いんですよ、はい、でもテレビが見れない状況、電気が止まったり避難したりとか、ね、うん、そういった時には代わってラジオが役に立ちます。でもラジオの電池なんかではいち早くなくなっちゃって使えない。皆さんやっぱりね、うん、肌身離さず持ってるのがスマートフォン、もしくは携帯電話ですよ、はい、こういったもの、電気があるうちはインターネットに接続していただいて情報を得ることができます。ところが充電がどん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 なくなってくるとどんどん不安にもなってきます。ですよね。いつまで持つかなってね。そう、そういった時に充電していただければ、インターネットに接続して今の状況を把握することができる。いや、自分の行動もある程度はっきり分かってきます。どう動けばいいのか、ね、そうですよね、はい、でも、 もちろん電話もできるわけでしょ、ね、も大切なご家族がどうされてるかななんていう時に、ね、はい、電話していただくなんていうこともできますからね、うんうん、大切な家族の元気だよ、大丈夫だよっていう声を聞くだけだって安心ですよね、はい、防災の日ならではですけれども、本当にそういった使い方、はいはい、さあ、それではまたご愛用者の方からコメントを頂戴いたしますが、もうウェイトリストなのでね、どうぞ皆様お電話切らずにお願いいたします。はい、お願いします。2019年9月の台風15号、19号で大きな被害がありました。自宅もそうなんですけど、もとより匝瑳市の職場の倉庫が大きな被害を受けました。停電が数日続いて、倉庫の中も薄暗くて蒸し暑くて作業も進まなくて、スマートフォンの充電もすぐになくなってしまいました。このバッテリーを持っていたおかげでスマートフォンの充電にはこだわりませんでした。充電口が2つあったので便利に充電ができて、本当に暑い時は長時間は使用できませんが、扇風機を回してしのいでました。ライトの機能もあるので暗いところでも安心して移動ができて便利でした。停電を経験して電気のない生活はこんなにも不自由なんだなと実感しました。このようなバッテリーがあり本当に助かりました。今は作業台にこれを置いて普段からスマートフォンの充電に使用しています。持ち運べる電気は貴重ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう今続々のご注文でもずっとずっとお電話が混み合っておりますので、ぜひ皆様 QBC.jp QR コードを使っていただければと思います、はい、持ち運べる電気です、うん、そうですね、電気を貯めてお水や食料と同じように持ち運んでいただけるんですよね。ねえ、うん、ご自身が行くところに電気を連れて歩けると、もう本当に安心感が半端ないですよね。はい、そうなんですよね、いやそうですよ。本当携帯だってね、携帯充電がなくなっていく時って、うん、なんかもう心の不安のあの効果音みたいなのが聞こえてきそうですよね。そうそう、だってね、経験ありません？出かけた時に、あ、携帯忘れちゃったって。そう、携帯がない時のあの心細さ、私もうこの間久々やっちゃいましたよ。本当、あのすごい不安なんですよ。すんごい不安ですよ、はい、で、あの家を出てすぐ気がついたんですよ。だけど今戻っていたら遅刻をしてしまうという時に、微妙な選択を迫られた、もう行ってしまおうって言って、はい、行ったんだけど、うん、もうあの本当に不安だからね。今ね、我々はどれだけあの電気、はい、もしくはこういったスマートフォンに頼った生活をしているかということなんですよ。もう頼りきりですよね。そう、でもスマートフォンがなければ、はい、もう本当にもう始まらないぐらい頼ってますよ。始まらない。でもその電源がなければ、せっかくのスマートフォンももうただの板なんです。何にも意味がないんです。本当ですよね、はい、だからこそ充電できるツールを常に持ち運べる、だから 1.2キロ、本当に小型軽量防災バッグや本当にもしければリックサックなんかにも入れていけますからね、はい、そうですよね、はい、で今まとめ買いのお客様たくさん
増えていらっしゃいます。ありがとうございます、はい、だから本当に普段に使うよう、はい、それから本当に何ならこうね、充電してこう防災袋に入れておこうとか、うん、はい、あとはね、はい、本当に例えば美容室やってる方がね、うん、来ていただくお客様用にね自由に使ってくださいなんて置いてるところもあるようですし、そういったねちょっと業務用としてもそうです、この値段だからぜひ、まとめ買いしていただいて、うん、それもいいと思いますよ。そうですよね。それで一つ一つが本当にいざという時に役に立つんですから。本当です、はい、で車に、はい、車にもやっぱり1台置いておきたいなって思うんですよね。ただね、車の中に常に置いておくのは例えば夏場車内が高温になるなんていう時にはよくありませんので、うんうん、やっぱり常にご自身が持ち運んでいただくという使い方がいいかもしれません、ね、はい、で雪だけじゃないですよ。渋滞した車内でスマートフォンの充電池が残り少ない、ぜひ充電してください。お子さんがいてずっと渋滞してると子供がねゲームやっててゲームの充電がなくなっちゃったなんて言うと子供も騒ぎ出しますから、はい、そういった時には充電してあげて子供さんが安心すればそれを見てる親も安心ですよね。深夜であれば例えばチェーンをつけなきゃいけない、もしくは、バッテリーを動かさなきゃいけないなんていう時には明かりをつけていただいたり、はい、救助を求める時も明かりをつけていただいてね、はい、そういった使い方ですよね。そうですね、もう備えあれば憂いなしでございますね。はい、はい、さあそして例えばこういった状況で、はい、本当にいきなり停電になっちゃったとしましょう、はい、そうしたら何がどこにあるか分かりません、ええ、でそんな時にはまず電気ですねはい、ね、まず電気ちゃんと覚えてますよ、ね、まず電気をつけていただいて、ね、まず周りの安全確認をしていただきます、うん、ただねこういった時ってね小さい子がいたらねうちもそうなんだけどやっぱ不安になっちゃうんですよ。だったらねちょっと大人びてるかもしれないけど音楽聴かせてあげたいじゃないですか、はい、でそういった時にはこのような形で後ろにね、AC の電源入れていただいて、はい、挿していただければ、スイッチ入れるともうこのように作動するんですね、うん、じゃあ普通あとも電気さえ入れば、使い方は今までと一緒なんです、はい、ここに CD を収めていただいて戻していただく、まあ、これによってもう音楽が間もなく読み込まれて読み込まれます、はい、ですね、ですね、で、まあ、本当であれば、うん、お子様大好きな、うん、あのアニメの曲とか、はい、そういうのでもいいですし、そうです、まあ、もちろんラジオを聴いていただいてね、そうですね、はい、ニュースを聴いていただくのもいいわけですね、そうです、もしかしたらこういう曲が好きなお子さんだっているかもしれませんよね。そうですね、はい、もちろんです、はい、高校生ぐらいになったね、そうねさあ、はい、ではこちらの方参りましょう、はい、はい、もうねこちら私もじゃあ間違いないように明かりからつけますね、まあ、やっぱりいざという時には明かり、ね、周りの安全確認からですよね。ここが主電源になります、はい、でこれをもう本当に押していただければもうワンタッチでワンタッチで今の充電の様子、はい、フル充電できてますね、はい、はい、で、そうですね、うん、ライトをつけなきゃいけないので、まあ、そうするとライトつけなきゃいけないわけじゃないですか。いけないわけじゃない、たらただここが本当に真っ暗だったらという想定をして、そうですね、結構明るいですよ、はい、でちょっとそんなに使うのもったいないって言ったらワントーン落としていただくこともできます ね、はい、あとは、ここにいますよ、うん、そうですね、フラッシュストロボですよね。そしてもう SOS、はい、助けて、はい、そしてランタン、はい、ほんわか周りを明るく照らしてくれますね、広い範囲で、ね、ランタンで後ろ行きますね。そうですね、で、はい、今度は AC を使いたいのよねって、はい、まあ、これまだ作動してません、はい、ここを押していただきますと、そして挿していただければ AC にね、ここを挿していただければ、はい、AC のものが使えます。今ちなみにこれは電気毛布です。寒い時にはね、電気毛布で暖を取ってね、本当に寒いその時をしのいでいただいて、はい、もちろん一人使いじゃなくて二人横に並んでもう肩から毛布をかけていただくだけだって、はい、暖はね取れます。そうですね、本当にいざという時にはそこで寒さ、はい、さらには暑い時には扇風機やサーキュレーターを回して、うん、しのいでいただくということができるわけですよね。そして携帯ですよね、はい、やっぱりご家族の方の安否が知りたいから電話してみようかな、もうそろそろつながるかなとかね、あとは、もちろんニュースの情報を見ようとか、はい、はい、そういった LINE チェックしようとかっていうことの時に充電ができてなかったら大変なんですけれども、はい、こちらそうちゃんとしっかりとしっかりできますよ、ね、充電ができますので、はい、あとなんならもう本当にもう1台もできるしそうなんです、ね、パソコンを充電してもいいし、あとここに、うん、2個口とか使っていただいて、そうすると、まあ、単純に言っちゃうと4台、はい、ね、4台でも 2.5 回ずつ、はい、
ね、まあ、フル充電できるという形ですよね。あと、まあ、ライトがつくということであればですね、はい、例えば、あの石油ストーブ、電気が止まっても使えるものってありますね。でも中の灯油がなくなっちゃった時には使えないんですよ。使えない。で、例えばそういった時にはこういった形で、はい、まあ、外にありますから、こうやって、まあ、灯油缶持ってきてね、使おうと思うんだけど、これね、本当に暗い時って、割と焦点狭いっていうかな、ここ幅が、そういった時に、これ懐中電灯だったら口に加えなきゃいけなかったりするわけですよ。大変、はい。でこれランタンにしていただければ広い範囲照らすことができるでしょ、これで安心してつけてもらったりとか、あとはこれをタイヤだと見立ててください、冬の寒い時のタイヤにチェーンをつけなきゃいけない、そういった時にもこれが狭い範囲だったらちょっと上の方は見づらいんです、だからランタン機能にしていただいて広い範囲にチェーンをつけたりとか、もしくはこれをちょっと持っていただいてチェーンをつけるとか、そういった使い方できますよね。いろんな使い方ができるので、だから本当にもう普段から、あの使っていただく、普段からもうあの電気としてこれを使っていただくと、そうだから電気を持ち運ぶ、そういった時代になりましたということですね。さあ、ご案内の時間は13分を切っておりまして、今ソールドアウトがちょっと近くなってきていますよ。どうぞ皆様なくなってしまう前にお手になさってください。で、こういうの知らなかったっていう方の方が多いと思うんですよね。いや、そうだと思うんです。もしくはね、こういうのがあっても、もう本当に私は必要ないわと思っている方もおいでになったと思います。でもいつどこで何があるかわからない、それが災害なんですね。そうですよね、でそんな時に使っていただける、USB が2口あって 80W までの AC も使っていただけますので、家電製品使っていただけますね、こういった形で何台複数も同時に充電できますし、まあ、例えば本当にコンセントが家の隅にしかなくて使いづらいわなんていう方はね、充電しておいた持ちのものを持ってきて、そこで接続して使っていただいたりとか、ああやって暖を取っていただいたりすることもできる。やっぱりこれは体が震えてきちゃったの、特にお子さんやご高齢の方なんかは、こういうのは大切だと思います。いや本当、我慢はいけないです。我慢はいけないです。さまざまなストレスがね、悪いことしますから、でいろいろな製品に電力供給ができるっていうところもね、もうスマートフォンだったらもうおよそ 9.9 回分、ノートパソコンでも約 4.6 回分ですね。でテレビなんかだってニュース番組だけを見ていただいて 1.5 時間分見ていただくこともできますし、なんたってこの小型な1台で小型ポータブルバッテリーでありながら 80W の家電製品、さらには DC の出力、車のエンジンスタート、 USB も2口、同時に使っていただく、そういった使い方ができるんですね。本当ですよ、たっぷりと、たっぷりと電気を蓄えて、でしつこいようですけど、私自身が一番驚いたのがこのお値段なんです。今まででも、あの大人気でしたもんね、通常価格でも、本当に13分ぐらいでソールドアウトになったこともありますし、そんな早く、そう、もう我々がびっくりするぐらい、でもやっぱり皆様は備えるということは大切なことはお分かりなんですよ、だからこそ防災グッズを備えている方多いと思いますが、その中に電気と明かり、これを1台でカバーできるものもぜひ備えていただきたい、初めての DSV なのでもちろん QVC 最安値でご案内をさせていただいておりますが、もう本当に大人気で、2色のみウェイトリストでのご紹介になっております。ありがとうございます。ホワイトが特に危なくなってきています、ありがとうございます。ありがとうございます。こうやって DC でね、あの車好きの方なんか、僕なんかこうやって車の隅々掃除してますしね、やっぱり渋滞になった時にやっぱりスマートフォンの充電池が残りが少なくなってくるってのは本当不安ですよ、こういった時に、モバイルバッテリーがあれば、こちらポータブルバッテリーがあれば使っていただくこともできますしね、あのお子さんのゲームの充電ができたりとかね、使えることがたくさん広がってくると思います ね。でこれ本当かわいい、なんかミニスピーカーのようなお弁当箱のような、まさにそう ね、なんだろう、ちょっとしたお弁当箱、思ったんですけれども、電気を運べる箱ですよ。電気をこの中にためて運べる箱ですよ。でもね、僕この商品紹介するまで、僕のイメージのモバイルバッテリーっていうのは、実は今日持ってきたんだけど、持ってきたの、こういったものなんですね。すごい、もういや重いし
これ普段使いっていう感じでもないです。ただこれ大きいだけあって、500ワットまでの家電製品使えるんですが、やっぱりね、いざという時に災害時にそんなに大容量の家電使うことまずないと思うんですよ、しかもこれ持って逃げるって言ったらこれもう結構しんどい。もう何キロでしたっけ、ね、これね6.5キロぐらいありますね、はい、でこれ 6.5 キロは辛いんで、ダンベル体操になっちゃう。そう、 1.2 キロ軽々で必要なものをしっかりと備えた、こちらを持って、例えばこういった皆さんご家庭に用意している防災袋ありますね、小型だからこそもパッと入れていただいて、はい、これでもう避難することもできますよ ね絡んじゃった、はい、こういった形でね避難することもできますね。はい、そうなんです。小型だからこそ使い勝手がいいんです。本当です。はい、もうあの私のこの手のひらで、はい、若干隠れるぐらいかなっていう、ね。いや、そう、高さ13センチですから。この13センチ。でもう上の部分ですね、四角い、まあ本当正方形だと思ってもらって一辺約10センチ。で可愛いんですよ、なんかこう持ち手がね。そう、持ち手もついてるし安定感もしっかりしていますしね。しっかりしてます。はい。はい、で使い方もやっぱりもう本当に簡単ですよね。はい。はい、ですから皆さんね、これね、よく勘違いするのはね、これ電気が最初から溜まってると思っちゃう方もいるかもしれないんだけど、それはないですよ。いいですね。まずご自宅に着いたらば、はい、専用の AC アダプターありますから、はい、その AC アダプターを使っていただいてこちらに挿してください、はい、そしてご家庭のコンセントに挿してください。これで4時間半でフル充電ができます。で確認の仕方はこちらを押してもらったら4つついていればもう満充電 100% 充電できてます、はい、4つで100だから1個が 25% ずつになってますね、ええ、はい、でこうなっていればもう本当に皆さんが一番必要なもの、情報が欲しいわっていう時にはこちらを挿していただければ、これだけでもう携帯電話スマートフォンに充電ができているんですよ。もう一口ありますから、こちらも挿していただくと、本当にホッとしますよね、はい、こういったタブレットでも充電ができるんですよね、はい、同時に充電ができると、ええ、で同時に充電をしながら、さらにもういろんなものつながりちゃう、こちら AC の電源入れていただければ80ワットまででしたら使えますので、こちらに入れていただければ電気もつくわけですね、はい、まあ、さらにちょっと遠くのものをということであれば一度押してもらえれば遠くを照らすこともできる、こちらは温かみのある暖色、こちらはまあある意味鋭くいろいろ危険を察知するためのね、電気になるわけですね、はい、こういった使い方もできますよね。すごい、はい、本当にさまざまなものにお役立ていただけます。使っていただけますし、はい、本当にこれね移動できるんですから。本当ですね、ご自身で移動していただくことができますからね。なかなかやっぱりそういう電気使いたくても、近くにコンセントがないとかね、そうなんです、いう時もありますもんね。ここに電気があればっていうところに電気が来るんです。えらい、はい、えらいって言っちゃった。本当、ありがとうございます。本当そうです。でもこれ本当にね、いざという時には皆さんをもう助ける、そういったサポートする強力なアイテムになるんじゃないですかね。ですよね、はい、さあ、そしてもう本当普段から使っていただければと思います、はい、ああいった形でね、1台2台3台、もしくは下を二股にすれば4台、はい、ね、使っていたら、まあ、合計が下の AC であれば合計が80ワットを超えなければ使えるわけですから。使えますということですね、はい、こういった形で使っていただけますよね。本当様々なものに使っていただけます、そうなんですね、はい、こういった使い方いろいろ、スマートフォンであれば 9.9 回、ノートパソコン 4.6 回、テレビ1時間半ですね、はい、ラジオや CD なんか約4時間半、ご家庭の固定電話だってね、電話回線つながってれば20時間使うこともできます、もちろんこちらからかけて使う時だけコンセントさしてもいいですよね、あとはもう暑い時寒い時に扇風機やサーキュレーター、それから、電気毛布で、特に今の時代は空気をこうね、たくさんした方がいいって言われてますから。確かに、はい、だから、でもご家庭の中で扇風機を回すのに、この場所が一番空気を変えやすいわっていうところにコンセントがなかったら結構使いづらい、そういった時にこれを持っていって
て使うこともできるじゃないですか、うん、確かにいろんな使い方が、ね、はい、場所を選ばないで家電製品が使えますよね、80ワットまでであればね、はい、さあいよいよ案内の時間、はい、5分を切ります、はい、もう本当にお電話が大変混み合っております、まあ、皆さんの一番記憶に新しいところの災害といえばこれでしょう、はいはい、こうなった時には車の中に皆さん閉じ込められちゃって、うん、情報を得るためにはやっぱりねスマートフォンに皆さん頼りますよ、はい、だけどスマートフォンの充電がなくなってきちゃったら使えない、はい、であればお車の中に自分が行くときに1台一緒に持って行って使わなきゃそれでいいんですから、ね、はい、だけれどもスマートフォンであれば 9.9 回1台フル充電できますから、うん、はいはい、そうすればある程度長い期間であっても情報を手に入れることができますね。本当そうですよね、はい、でもねあの周りの方にねちょっと教えて差し上げたりとか、いやもしくは近くの ね、 いいね本当にあの、うん、後ろの方にちょっと充電してあげたって 9.9 回できるわけだから、うん、そうですよ、はい、そういった助け合いだっていいわけですよね。いいですよね。さあお電話大変大変混み合っておりますが、はいはい、ありがとうございます。 もちろんこの時間最終回でございます、はい、あと4分を切っております、はい、今ソールドアウトがね目前なので、うん、どうぞお電話切らずに、はい、まとめ買いをするならもう今のタイミングです、はい、ではご愛用者のご夫婦ですね、うん、この方の意見、はい、本当によく聞いてください。いや本当やっぱりご自身の、ね、はい、実体験ですからね、経験がね、はい、はい、お願いいたします。いただきたいと思います。2019年9月の台風15号19号で大きな被害がありました。自宅もそうなんですけど、もとより匝瑳市の職場の倉庫が大きな被害を受けました。停電が数日続いて倉庫の中も薄暗くて蒸し暑くて作業も進まなくて、スマートフォンの充電もすぐになくなってしまいました。このバッテリーを持っていたおかげでスマートフォンの充電には困りませんでした。充電口が2つあったので便利に充電ができて、本当に暑い時は長時間は使用できませんが扇風機を回してしのいでました。ライトの機能もあるので暗いところでも安心して移動ができて便利でした。停電を経験して電気のない生活はこんなにも不自由なんだなと実感しました。このようなバッテリーがあり本当に助かりました。今は作業台にこれを置いて普段からスマートフォンの充電に使用しています。持ち運べる電気は貴重ですね。はい、本当に持ち運びができる、はい、あの大きさの方なんですけれども、うん、これ高さが13センチ、はい、はい、そうです。で幅が10センチ、うん、奥行きも10センチ、はい、ね、これ上から見ると正方形、はい、まあ、ほぼ正方形の形に、はい、で下の方にねああいった滑り止めもついているので、はい、より本当にしっかりと安定して置いて使っていただくことができますの で、 そうですね、普段はもう充電をしておいて、テーブルの上に置いておいてスマートフォン充電したりとか、もう普段使いからぜひ使っていただきたいと思います。いや本当です。だからもう本当懐中電灯を買う気分で、いや充電器を買う気分で、そうですよ、いろいろな、うん、あの本当に太陽から取る充電器なんかもありますけれども、はい、もういろいろ幅広く AC 電源が使えたり、はい、USB が充電できたり、車のバッテリーを動かすことができるなんていうのもやっぱりすごい特徴的ですね、うん、すごい特徴ですよね、はい、パワフルですよね。さあ、はい、いよいよご覧の時間2分を切っております。はい、ありがとうございます。ぜひ皆様このタイミングでご注文いただければと思います、はい、商品番号は670702番になります、はい、一家に1台大容量&小型ポータブルバッテリー、容量は26,800ミリアンペアアワーということで、ね、はい、すごいんですよね、はい、もうテレビだって使うこともできますしね、はいはい、ただ容量は80ワットまでなんですけれども使っていただけますので、やっぱり自分がいるところに電気を貯めて持ち運べる、はい、そんな時代になったんです。お水、食料、電気、これ大事だと思いますね。ねえ、本当ですよね、うん、はい、情報が何しろそう、もうスマートフォンに頼っていますから、本当ですよね、もうそれは仕方ないですよ。本当もう、はい、いつも肌身離さず持ってますね、そうそうそう、携帯って、そうそう、でもそれの充電がなくなってくることがやっぱり心細いんですよ、はい、いろいろ調べるものにも使えますしね、もちろん連絡にも使えます、はい、あのおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、息子さん、お嬢さんの安否確認などにも役立てていただきたい、はい、そのためには皆様、はい、今日です、買っておけばよかったなと、うん、後で思ってしまう商品、はい、かなりナンバーワンに近いんじゃないかなと思うくらいでございますので、はい、ぜひ初めての TSV です。で QBC 最安値でお届けをさせていただきます、670702番、一家に1台大容量&小型ポータブルバッテリーです。
お値段は22,405円のところを17,998円でご紹介をさせていただいております。ホワイト、ピンクどちらもウェイトリストなのでこのタイミングがいいと思います、はい。この時間というかもう今日ね一日中、はい、藤岡さんでございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最安値ですからね、送料無料ですし、お見逃しのないようになさってください。たくさんのご注文いただきまして本当にありがとうございました。2021年は QVC ジャパン20周年。そこで毎月20日はつながるお得なときめきスーパートエンティを開催します。スペシャルアイテムやスーパートエンティ価格など全番組お得が盛りだくさんです。 Today's Special Value、 今月はこちらの20周年スペシャルアイテムが登場。 QVC20 周年スーパートエンティ、毎月20日をどうぞお見逃しなく。今年20周年を迎える QVC の1月は目指せヘルシーライフ。来週はついにラストウィーク、ラストにふさわしい長年愛されるロングセラーのアイテムが登場します。 QVC.jp ではネット限定トゥデイズプラスを毎日ご紹介、お得にご購入いただけるラストチャンスです。その他今月のとっておきも登場。ラストウィークもお見逃しなく。